はい、今回はこちらですね。ババーン。またもやでっかい箱なんですけど、今回はコラボ企画ということでやっていきたいと思います。まあ、コラボ企画というか、僕が一方的に、佐世保のユーチューバーさん、長崎の佐世保のね、YouTuber グループでいいのかなの、佐世保オタク惑星さん。はい。と <laughs> ね、コラボという感じでやらせてもらってるんですけど、えっとね、その感じはね、 福袋を送ってくださいましたババーンおもちゃ系の YouTuber さんなんですよね。まあ僕より全然ね、詳しいというかもうオタクチックな話とかめっちゃマニアックな話とかされてるチャンネルなんですけど、だからね、僕の動画で物足りない人はね、ぜひね、そちら見ていただくとね、すごいね、楽しめると思います。あの説明欄にリンク貼っときますね、下の。よかったら見に行ってみてください。そのね、佐世保ク惑星さんから、まあ松田ジュリエッタさんをね、筆頭としてるね、佐世保ク惑星さんから、 福袋が来ました。ま福袋福袋っていうかもう箱ですね。これにね、おもちゃが入ってるらしいです。なので、まあね、開けるのをね、あの、見たいですということでね、えー、送っていただきました。なので今回こちら、開封したいと思います。よっしゃ、さあ箱がね、結構大きいんでね。長崎からこの荷物来たと考えると結構感動ですよね。僕長崎にね、 微妙なに行ったことあるかないか微妙なところで、熊本はよく行ってたんですよ。そうだけど、長崎っていうのはね、行ったことないと思うんだよな、ね。沖縄、北海道は行ったことないんだけど、長崎はね、多分行ったことないっす。さあ、正直ね、あの、おもちゃの結構プロフェッショナル系の YouTuber さん達なんで、あの、期待してます。<laughs> まあね、もらってるだけだからあれなんですけど、お <laughs> 思ったのと違う。思ったのと全然違うぞ。これはね、やばい。いやもっと大きい箱だから大きいものが綺麗にポンポンポンってあるんかと思ったらなんかね、結構ぐじゃっとある僕がね、好みそうな感じです。あ <laughs> そうでしたね。まずね、ちょっとこれね、下に置いてやろうかな。あ、どうしようかな。そうだね。下に置いて、 脱出していく方式にします。はい、ということでね、下に置きました。そしたら僕が座れなくなりました。<laughs> 大量のね、えー、ものが、今ね、僕のこの撮影部屋をね、覆っているのでね。さあ、まずこちらですね。<laughs> まあね、なんか、お、あれっていうか、これあれだよね。こちら。佐世保ク惑星さんのステッカー。こういうのね、地味に僕は好きなんですけどね。 これで、ぜひね、皆さん見ていってください。ほんと、僕今回ね、もらってるだけなんですよ。だから、皆さんが見て宣伝になんないとね、ほんとにウィンウィンにならないんでね、ぜひ皆さん見に行ってください。おもちゃ関係好きな方はぜひ。で、これ見せ,見せていいやつかなあ、大丈夫かな <laughs> これ大丈夫ね、見せていいやつだよね、別にね。特になんか個人情報とかじゃないよね。オッケーオッケー。はい。これね、FM 長崎っていうところのなんか 見せて大丈夫ですよね、これね。いろんな、はい、乗ってる。カレンダー的なやつが乗ってます。なんかの、ね、イベントのやつかな ?FM なこれね、チラシ系だから、この辺はね、見せて大丈夫だと思います。はい。まあね、こういう宣伝が <laughs> 入っていて、そして、これね、ステッカーありがとうございます。このステッカーとかもなんか動画のでさ、映るとこに貼っときたいよね。いろんな。川野さんのやつとかもそうだけど。ちょっとこれじゃあ見えるとこ置いとこあ、もう、いや、これからもっちゃいかね、 ランチスティックから。そしまず上の方に映ってきたやつからいきます。はい、クリアファイルですね。プリティーガーディアン。あ、セーラームーンか。セーラームーンですよね。そうだよね、このキャラね。クリアファイル。<laughs> すごいでかいのが見えた。これでクリアファイル。セーラームーンのね。クリアファイルでしょ。<laughs> ちょっと待って。いや、本当はさお、なんか、サクッと終わるかなと思ってたんですよ。 すげえ量すげえ量まずね、でっかいのがあったんだけど、ルークこれなんか、古いやつじゃないルークですね。あ、でも古いって言ってもあれか。あ、古いか。ね、エピソード、4、5、6の時のやつですよね。4かなあ地味に似てんだよな。<laughs> ルークのアクションフィギュアかなちょっと開けていいかな あ、でもこれ開けない方がいいかな。あ、こっち何が入ってるんだろうこの逆側に。あ、特に入ってないんか。箱か。ルークでしょ。まあ、後でじっくり見ます。おーおーおおちょっと待って。あちょっとまだ出ないわ。いろんなものがありすぎて。さあ、こんなにいいのかなって感じなんだけど。はい。まずね、これね。バットマン。これはバットマンに出てくるロビンですね。ロビンってこんなにイケメンだったんだ。 ウビンってこんなイケメンだったっけふふふ。<laughs> だから3枚目のイメージがあったんだけど。これ未開封で。めっちゃある。真剣レッドのビッグサイズソフビね、真剣レッド。これビッグサイズソフビなんですよ。大きいサイズ。通常サイズの800サイズで。おお五星ピンク五星ピンクの女優さんって今もうなんか、やってないよね、多分。あ、待って、やったぜ。やったぜ。五星じゃ揃うかもしれない。 ゴセイブラック、レッド、イエロー。この二人がね、兄弟ですね。で、この二人が、あの、グルーチーム。あ、そしてね、スーパーゴセイレッドがいますね。と、スーパーゴセイレッド、スーパーゴセイレッドってこのサウンド系あったんだ。<noise> <noise> そう。このシリーズって、音が本編と関係ない音なんだよね。 これが面白い、これ。これ結構ね、買うと高いんですよ。1000以上するんですよ、これ。して、もうララ、なんか、不動に行けますね。これは、ジャック・スパローのあの、なんか、可愛くなったシリーズ。<laughs> いやいや、300円で貼ってる。セカストの値段がついてる。ジャック・スパロー。いいですね。僕、地味にね、見てるんですよ。パイレーツ・オブ・カリビアンはね、全部見てるちゃ見てるんだけど、1ヶ月しか見てないんだよ。あれこれ持ってないぞ。 これ、オルフェノック的なやつじゃなくて、あれが、ご、ガメごレあ、これ間違いそうだなアギか。アギとかクーガなんだけど、多分アギトだと思うんで、あ、違う。2000年だからクーガだな。こいつ覚えてないな。持ってないし。すげえ。細かいの。あ、これなんか古そうなやつ来た。ユタカが出してた、1995年、僕がまだ1歳の頃のやつ。ジャック。 ウルトラマンジャックが帰ってきたよとなんか足短くね <laughs>。やっぱ昔のっていいね。親近感が起きる。僕に近い。体型がね。して。<laughs> あるな、こういうの。ウルトラマンがゴルフしてるやつ。これ何からもらったやつかな。ファルケン、ああ。おまけのやつだ。細かいのこっち置こうか。ゴーピンク。思ったよりなんかジャンク箱感があっていいな。 なんか思ったのと違う <laughs>。いや、まじか <laughs>。見て、また、100円貼ってある、セカストがあるんだね、おっぱね。えー、プレイセットシリーズ、ルパン三世小道具コレクションで、ゴエモンですね。と、あと、小道具。ゴエモンが明らかに襖を切ってます。だ車も切っちゃったのかな <laughs> これ面白いこれ次元とルパンもあるんだね。ゴエモン <laughs>。ね。ってやつでーす。 めっちゃあるぞ。ああ、さっきのシリーズでサッカーバージョンがあったウルトラマン。これいいな。初めて見るもん。あーこれ、あれだ、レスキューフォース的なやつでしょ。トミカレ、トミカヒーロー系のやつだよね。すげえ。でもね、状態、なんかいいですね、割と。2007年なんだけど、状態はいいです。<laughs> これやばいな。メカキングギドラの指人形。これね、意外と古いんだよ。僕はね、ちっちゃい頃に出したもん。 ほら、99年とかのやつだから、そう。なのにね、やっぱ状態よく残ってますね。あめっちゃおもちゃ持ってる方だから。<laughs> かね、何人かいるんすよ、さすがオタク惑星さんと一言に言っても。松田ジュリエッタさんとかね、ファンファンさんとか、他にもね、準レギュラーみたいな人も集めたら結構10人ぐらいいるんじゃないかな。で、みんなおもちゃ好きみたい。おもちゃってうか、まあ、おもちゃと特撮が好きみたいなチャンネルなんですけどね。そして、真剣ゴールド。 最近話題ですよね。なんか、この役者さんが、セーバーのあのセーバーのあの、敵のやつって、この役者さんなんでしょう多分。間違ってたらごめん。五星じゃ揃ったぜ。五星ブルー。まあ一応ね、五星ナイトっていうのがいるんだけど、まあそれ以外はの、それを除けば、揃った。ああ、懐かしいの。これね、アイアンマンですよ。これいいおもちゃだと思うんだけどな。マジか。 電池入っていかなウルトラマンの編集アイテムでしょこれなんかボタンが押した感覚がないこれね電池はちょっと入ってないかなこれあれだよねウルトラマンの編集アイテムだけどもちろん当時物ではないと思うんだけど当時物かじゃないよねただねどこにも何も書いてないんだよオープンしかはいベータカプセルだっけごめん初代ウルトラマンの編集アイテム名前が <laughs> <laughs> あれ、思ったよりジャンク感があるやつが入ってきた。もっとね、スカスカというか、なんていうのかな。綺麗に並べて、アマゾンみたいな送ってくる感じかなと思ったら、思った以上にジャンク箱で嬉しい。あー、これいいね。ディスコールだらって。スパイダーマン。いいですね。このシリーズ意外と今はもう手に入ん、おぉこれはあれじゃん。カンドロイド。プテランドンだ。あの、オーズのやつ。これをね、 あ、えて、やめよう。これで、これ遊ぶ動画はね、別にしたほうがいい。あの、量が半端ないから、いくらね、スマホの容量があるとはいえね、量が半端ない。ダンゴムシ、青バージョン。このガチャのやつ、あ一時流行った感じ。なんか、<laughs> 待って、この量やばくないね、キティンちゃん、なんか、カセボオタク惑星さんっぽくないぞ。キティンちゃんが出てくるっていうね、可愛い,いけどね。 そして、あー、やったぜこれ持ってないこれカプセルがそのままおもちゃになるシリーズなんだけど、これね、多分書いてないけど、ネ、ね、ナちゃんのウサギだと思うんだよね。これ持ってないっすね。なぜかアンパンマン <laughs>。なんで、なんで持ってるんだろアンパンマンを <laughs>。やったぜーアイアンマン来たーこれ普通に遊べる。このサイズいいね。ちょうどいい。で、なんかなんていうのかな何がちょうどいいかっていうと、 これ怪獣とかと合わせるときに、こんぐらいの、ね、サイズが一番いいんですよ。大きすぎるとね、遊びづらいんだよね。いい。あ、ね、さっきのシリーズ。空が、これね、当時100円とかで売ってたんだよね、食玩新品で。安かったよ、当時。お、なんかやばいの来たぞ。あれこれ,これなんだこれなんだこれババン。これなんだろう ねえ。ちょっと待って、足裏ちょっと見ていい ?DC か。2015年。マテルが出してる DC のキャラですね。見たことあるやつかなないかなでも持ってない。いいね、なんか、ハルクと戦わせたい。っていうか、ハルク入ってんだよな、実は。これ、今ね、まだ出せないとこにあるんだけど、ハルク入ってますから。<laughs> そして、ババン、ハルクのね、あの、こういうのもあります。これだけじゃなくて、 ハルクのフィギュア後で出てきますか。おっと、これは、恐竜。これは、百均のかなこういうのも入ってる。なんか、ジャンク箱感が半端ないんだけど、僕に合わせてくれた感じするな。いや、これはね、嬉しい。これは嬉しいな。そして次、こちら、ババン、ドラゴンボールのフィギュア。こういうのも入ってるんですね。 ほたら台座があった系だよね。違うかなごめん、違ったらすいません。ねえねえ、札付きの。いいねやったぜアイアンマン。ディスクチェンジ。これいいですよね。これいい。これがね、デジタルね、自分はね、ま、だ僕ね、あんまね、アベンジャーズに興味なくて、集めてなかったんですよ。だからね、持ってなくて、今こう、ゲットできるのは嬉しい。ちょっと待って。<laughs> まだ結構あるな。 足が痛くなってきた。ああ、ちょっと待ってね。遅よし。あ箱物来ましたね。サイクロン号のプラモですね。新サイクロン号か。これあの、仮面ライダー1号のバイクなのかなプラモっすね。プラモ。これいいですね。箱物。箱物系来ました。あっとこれやばいんじゃないグレートマジンガーとか来てます。プラモ。 これやばくないっすか作ってないやったぜ。やったぜっていうか別にまたね、作ってあってもいい,い,いタイプっていうか。<laughs> いやー、わかってるなーなんでハードフの300円の値札がついて、330円だから俺と最近なんだよなね、あの、エアー、あの、ね、あの、スマホで遊べるやつ。あの、弾が実際出るやつじゃなくて、 AR 的なやつですね。最近のやつです。そうそう。して。おー。ブラック RX の、これね、面白いんだよ。いくよ。ほら。これ、オーレンジャーの頃もこういうの出したよね。あ <laughs>、ちょっと待って。<laughs> あつ。なんで一瞬終わるんだ、こいつ。え <laughs> いやいやいや、こんな感じで。ブラック RX。これね、関節はね、ネジで、ね、止めれば多分行くと思うんだけど、大丈夫だと思うんだけど。 おー、装備び、きと言ってるじゃん、響きですよ。あぶね。<laughs> またこういうね、にわかなこと言うとね、怒られますからね。コアなファンの勝手に。おしおあ、座れた。<laughs> 響きのメンバー。く月の、あ <laughs> って言っていいのかわかんないけど。このブルーのやつね。空がね、僕ね、このフォームチェンジ結構好きだったな、当時。えー、感動したもん。 紫強みたいなあっ出た出たままずと先にこっち行こうはい指人形の機械ロ01ですね黄色い方が機械弾だ,だからねガオホワイトかわいいそしてね謎のハルクこいつ何でああーって自動でよくハルクんどうなってんだこれシステムがあこう巻くま ハルクのなんかねこういうのついてるホットウィールのやつあホットウィールのやつかここに車が走ってハルクがぶっ飛ばすみたいな遊びができるやったぜこれ嬉しいなああちょっとあて手が届かないもう手が届かないところに行きましたハルクがねやばいこれいいしんちゃんスきヤのやつかスきヤねしんちゃん出してくれるから嬉しいっすねいろいろと アマゾン。アマゾンのマスコレってすごい高いんですよ。あ、待って待って、なんか珍しい。これ人形スキーのやつっぽいんだけど、なんかね、首がちゃんと動くんだよね。人形スキーのじゃないのかな ?2001 年だからウルトラマンコスモスでいいのかなこれは。ジャパン。コスモス。なんだこれ。なんかすごい可愛い袋に入ってる。 これファンファン三系かなかわいい女の子の。これさ、開けちゃおうかな。顔が見えないから。この子なんだろう。獣フレンズ的なやつかな。そういうのやばいんじゃない <laughs> 今思い出し笑いしちゃった。あ <laughs> の <laughs>、ね、一番最初のとこにステッカー入ってたのは笑った。<laughs> そうだよね。 確かに。G3 ね。これもね、当時100円とかででたからね、食玩で。あ、これ、ハッピーセットのサリーだ。これいいですよね。よくできてると思う。これいいやつ。僕も2個ぐらい持ってるよ。さっきからこいつ気になってんだよな、これ。なんか、やばいやつ出てきた。これ何のやつだろう。原哲夫、海洋堂、1998年。 ていてことは、なんだ金、あの、あれかな北斗の剣的なやつかなこの筋肉的な。ジョジョではないもんね。時代的にね。こいつやばい。いいね。あ、トランスフォーマー。黄色いやつ。ね、いるよね。地味に嬉しいドラえもんのハッピーセットね。これ、最近これクリアバージョンも出ましたよね。 ななんかすげえおやったなんか嬉しいの入ってるぞウィンスペクターだよね、確か。まだこれ見れてないんですよ。ジャンパーソンと、あとなんだっけ、あの、ブルースワットとか、あとガン・ギグソンじゃなくて、えっと、ジバンとか見たんだけど、まだウィンスペクター見れてないんよな。あ、ベアベリック。ガンダムのやつだね。こういうの意外とね、今ね、価値あったりするんですよ。ジャック・ソフビ。 あーこのシリーズ持ってるこの子は持ってないけどあバズバズ首フル系これ、ね、あのアメリカとかでよくね売られてるんですよこういうシリーズって昔僕あの,あの、ロサンゼルスのドジャースの試合見に行ったんですよ野球でその時にあの、入場者特典でもらいましたもんあデカレンジャーのなんでっけ名前デカマスターじゃなくてねまあ、まあ、追加選手デカレンジャー デカレンジャー結構ね、スティック選手多いから僕も当時に見てただけだからあんま覚えてない。おおスパイダーマン来たーなんか凄そう、これ。なんかすごいレトロな感じ。スパイダーマン。ああここが吸盤になってて、せん、あの、冷蔵庫とかにつければ、スパイダーマンがいるってなるんだ。いいですね。<laughs> すげえ。ジャンク系がすごい。 タイムピンク。あ、サワーズ。おな何これちょっと待ってね。おしょ。なんだろうこれ。2003年か。はい。ゴジラ対メオゴジラ。これ気流だよね。幾玉気流のやつでしょ。もう指人形だよね、一応これは。ジャンルともう指人形のレベルを超えてますね。ミニジオラマ的な感じ。どうぞ。 あ、これかわいい。あってね、アニメでこのシーンあるもんね。サトシの帽子盗んじゃうマンキー。このマンキーって結局サトシゲットしたっけおーこういうのやばいあスレガヤっぽくていいね、なんかこの詰め合わせ感。ロボットアニメ系の詰め合わせ。やばい。<laughs> あこれは嬉しいな これ名前が書いてるから見せればいけないのかな地 <laughs> 名ありだけどウルトラニャンのやつね。これね、DVD 持ってんだよな。まだ見てないから VHS だっけな、持ってるの。DVD じゃないかもしれないあ。あ、違うな。なんかにね、入ってんだよな。ゼアスだっけな。んかに入ってたんだよな。ハッピーセット、スヌーピー。この量さ、波のスルガヤボックスより圧倒的にやばいよね。で、あの、あのアメリカのゴジラのやつ。 いいです、ね、これ確かねあこれ違うかなんか物によっては口がパクパクするやつもこれ違うやつだねそうこれ遊びやすいんですよガシガシ遊んでも壊れないあ出たこれ初代ウルトラマンですねセブンあカブトとだブトもこんなサイズ出てたんだねこのちっちゃいサイズ <laughs> 懐かしのシュレック昔ねトイプラで買ったわすれば一回 そして、これは何のやつだろうああ、宮崎のやつだ。佐世保だけあって、宮崎限定のサーファーキューピーだって。ほんとだ、ちょっと日焼けしてるキューピーちゃんが。顔でか。キューピーちゃんもね、ご当地系出てるんだね。ああすごい、脳みそがやばいことになってる <laughs>。脳みそみたいになってる。<laughs> これね、あの、ハカイダーですね。このシリーズ結構ある。なんか、えー、ルパンでもあるし、 ワンピースとかも出てるよねあーこれはドライブ今度ね YouTube でまた配信始まりますからねでこれねあのトランスフォーマーあこれ嬉しいドラえもんの水鉄砲だこれソフビ水鉄砲みたいなこれは確かスペースヒーローズかなこれ帽子的に違うかな2009だからちょっと違うかもしんない あやばいの来たこれ出来やばいプレデターでしょこれだこんなプレデターいたっけこんなマウントしてるフォックスって書いてあるフォック,クスって <laughs> すごいことになってるないやまだだ結構あるんんよねこんな山積みになってるのにまだ結構あるんだよね青ズ リニニンのね、あこれスタンプだうれしいこれはこれはスペースヒーローズじゃないなえっとあれだあのさっきのもそうかもしんないあれですよあ宇宙開拓士新宇宙開拓士ですねドラえもんに関しては任せてくださいあウォーマシンリスクカスマースのキーホルダーこういうのいいよねお土産屋さんでしか売ってないし買うと高いんですよおトン。あこれはハッピーセットかな光るやつだよね 確かね、ハッピーストーだと思います。あ、なんだこれ。あー、このシリーズめっちゃ入ってるな。なんでこんな持ってるんだろう。これね、いいですよ。これがあれば大体遊べるんじゃないって感じ。やばい。もう置き場がなくなってきた。ちょっともうでかいやついっちゃっていいっすか。これ今回のメインなのかなメインなのな,なんだこれはっていうのがあるんだけど、ババーン、箱物フィギュアです。 仮面のメイドガイ。<laughs> おい、なんだこりゃーっていうね。<laughs> おい、なんだこりゃーっていうね。<laughs> 仮面のメイドガイいだから、この、こんな子が普通のメイドさんで、こっちがメイドガイですね。しかもこれアクションフィギュアじゃない小枯らしプラス吹雪セットってか、これさ、アトリエサイ。なんかこれやばいんじゃないのこれ。なんか、このブランドってすごい高くなかったっけこれやばいの来ちゃったかもしれない。 アトリエサイだよね、確かね。<laughs> これさ、これ結構おもちゃとか僕、知識ついてきたかなと思ったんだけど、これ初めて見ました。おそ、ちょっと待って、もう置き場が、ああ、あ、これ地味に嬉しいんだよね、アンパンマン系ね。ジャムおじさん。動画でも使えるんですよ。あ、これアクションフィギュアだ。ドラゴンボールのアクションフィギュアですね。これ、すごいね、これ。 質感がこの、動くっていうね、これすごいですね、これ。スーパーサイヤ人ですよ。ドラゴンボールは知識ないんだよなそう、もうちょっとね、ドラゴンボールの知識も入れなきゃいけないんだけど、ドラゴンボールとワンピースはね。あ、さっきのシリーズのバスケットバージョン、これ、嬉しいなやったぜ、ストロングが来た。変身、ストロンガークリスマス響き。 あ、アバレイエローだ。アバレイエローなんだけど、キーホルダーですね。いいですね、これ。アバレンジャーとか当時見た派なんで結構好きですよ。仮面ライダー。これ日本船だから1号ですね。あ、もう1個いる。これも日本船だから1号だ。あ、なんかこれちょっと手に扱った方がいいな、これは。なんか、ロボ玩ング。キャー剣。 なななんかタッチみたいなのってなななんでやってたのやつだろうこれあビンあこのあれなんだ宝とハズブロって書いてあるから宝考えて宝とみああ宝ってことはトランスフォーマーのシリーズでいいのかなでハズブロが作ってますよみたいなトランスフォーマー海外で人気高いもんね、まあ、日本でも人気なのかなカエルライトや ガチャピン宇宙へ行くあロックマンだおおネクサスじゃんこれ最後にしようと思ったんだけどこいつが出たから言うけどこのでかいのがいたっていうねやばこれビッグサイズそぐびじゃんあのねビッグサイズそぐびってウルトラマンが一番高いんです高いって価値があるっていうか中古相場もね高いんですよあとねここが結構取れやすいんだけど取れてないっていうね やっぱ、ウルトラマンのソフビってさ、大きい方が遊びやすいじゃん。だから、ウルトラマンはね、結構ね、あの、事情があるんですよ。ただ、あ、誰下がったんかな穴開いてるけど。なんだか穴開いてるのあの、仮面ラ,ライダーと戦隊は大きいとあんま遊びづらいから、あのー、あんまね、たがんないんですよ。え <laughs> なんかさ、すごいな、なんか。懐かしい、ね。これ、当時のしか考えられないよね。クリップ。 メイドインジャパンで書いてあるし、あ、違うわ。宝塔か。あの、ブルーのクーガーのやつ。クリップ。トランスフォーマー。よいしょ。あ、やったぜ。しんちゃん。アクション仮面の。これね。吉根ね、好きやだっけ好きやだね。好きやありがたいよ。しんちゃんグッズいっぱい出してくれて。あ、さあ、これもさっきも言ってたよね。 2体目だな、これにもいると思うんだけど。おそう。よいしょ。あ、かわいいの。な。ちょっと待って。これは買ったのかなこれを買うことってある別の人はあれだけど。謎の方が入ってる。あー、これは渡辺直美のやつじゃん。ガチャのやつ。これ嬉しい。自分が買うかって言ったら買わないけど、福袋にあったら嬉しいやつ。なんだろう。ね。 あ、やったぜウォーマシン来たやったーさっきのアイアンマンと組み合わせ遊べる。あ、ガンダムだ。クリアのベアブリック。し。そして、あこれもまた宮崎限定の。やっぱ余ってんのかなあっちの方に行くと。佐世保とか。佐世保って長崎で合ってるよねっていうか。 最初から長杉長杉言ってるけど、間違えたらやばい。多分させ保長杉だそうだよね。だって書いてあったもん。はい。えー、ウィザード。よし、出てきた。出てきたって言うかウィザードぐらいわかるけど。そして、渡辺直美、また来たぜ。奥の方に細かいのが。さあ、さあ、ラストに向かっていきます。これなんか、あれだ。クーガの走歩く、走るやつ、点前で。今、走らせて見せたいんだけど、 この通り、あの、走らせる場所がもうないので、申し訳ない。これはね、おいて、で、まあ、あとでね、なんか、ショート動画にしてなんか、出してもいいけど。あー、懐かしいな。アイルーと、このブタちゃん。このブタちゃんはただついてくるだけで、アイルーの中4万レベルアイルーとか言ってよね。改造のやつとか。で、ディスクのウルバリン。名前がね、バチコンバットでいいのかな。 これ流行んなかったけど、いいおもちゃだと思うんだけどな。さあ、ついに来ました。ラストです。カプセル素体のガチャ。誰得オ俺トくシリーズああー、なるほどね。素ボディだ、これ。あ、だけど、あれだ。とにかくね、これ結構嬉しい。うん、普通に回したいやつだから、これは。で、以上です。以上です。の箱見せづらいけど、これね、以上です。 いえー、ういや、開けるまで、あのね、届いてからね、正直1ヶ月ぐらい経っちゃったんだよね。いろんな子、最近ちょっとバタバタしてて、開けれてなかったんだけど、置いといた時は、なんか、そういう、こういう箱物系が、なんか、はい、入ってる感じかなと、なんかさっぱりした感じがあると思ってたんだけど、思ったほうよりね、なんかね、濃い味でした。<laughs> この量やばいな。 しかも中にさ、すげえお宝みたいなのあったよね。まあ、あこれからやっぱ一番、もしかしたらすごいやつ。僕が気づいてないだけで。レアっぽい。燃えるものなら燃えてみるがいい。いや、燃えないでしょ。燃えないでしょって感じ。これはね、まあ、これさ、見る人が見たらすごいんじゃないのこれ。アトリエサイってすごいなんか、レアなやつがあったんだよな。 とかね個人的にやっぱ嬉しかったのはアベンジャーズ系とかアメコミ系嬉しかったなやっぱこの辺のこれとか知らないやつだけど DC の鉄キャラみたいな感じで遊べそうだしとねあスパイダーマンこれは面白いよねくっつけて遊びたいとこなんだけどただ開けちゃうのもったいないなスパイダーマンそしてえっ、ー、とハルクハルクあいたハルクハルク このハルクホットウィールと遊べそうなんだよな。ここにコースをつけるとかあるから、だから持ってるやつをあれすれば、ハルクが、リッグーザーみたいになってる。<laughs> これ永遠に見てられるな、これ。うわー、ずーす。みたいな、ね。<laughs> これは面白い。あと、ウルトラマウンドが戦隊ライダーとかね。ちゃんとなんか僕に合わせてくれてる感じで。結構入ってました。そしてね、そうね。最後にその。やばい、これ出さなきゃ。せっかくだから。これね。えっと、オタク惑星さんのせっか。そのもう他のは届かないけど、これね。 あの、まあ、あの、YouTube で、佐世保ク惑星って検索しても出てきますし、そもそもあの、僕の説明概要欄に今回ね、あの、送ってもらって、まあ、コラボっていう感じなんで、あの、リンク貼っておくんで、ぜひね、見てください。でね、あの、そちらにもコメント残したりね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。正直ね、めっちゃ面白いから、あのね、YouTube では珍しく、珍しくっていうかね、なんていうのかな、 あの、特撮とかおもちゃについてのお話をラジオ代わりで聞けるようなチャンネルになってたりもするんですよ。まあ、そういう動画もあるし、ま、いろいろあるんですよ。お宝ハンターみたいなね、動画もあったりして。あの、お宝ハンターって言っても、僕みたいにリサイクルショップじゃなくて、本当のお宝ハンター。あの、金属探知機を使って、古い道とかのとこで、こう、金属探したりしてたりとか、あと最近なんか釣りの動画とかも多かったりするんだけど、あとやっぱおもちゃ話がいいね。うん、とか特撮話とか、 僕よりマニアックだから、あ、ああ、みたいな、なんかあの、例えばさ、制作人のこととかも結構詳しいのよ。なん、ん例えばなんだろエヴァンゲリオンのさ、ただのか、なんだっけ、ね、アの監督、庵野の明監督だっけ、ああいう感じの話とか、僕とかそこら辺全然そうあんま興味ないのけよ、スタッフとかには。でもそういうね、話をね、結構、だから、ラジオ代わりになんか、あのね、YouTube を音声だけ聞いて、なんか、 リサイクルショップとかで買い物とかできる感じのチャンネルだからそういう感じで見てもいいし普通に面白いおもちゃ系の動画とか生配信とかあと他のコラボとかもやってたりするんでぜひ、えー、ご覧になっておいてくださいちょっということで今回はねコラボということで、えー、送ってもらったのはねこんな、えー、送ってもらう形になりますいやーってかマジ想定外だわうん面白いこれはね笑った笑った笑ったいうかいや思った感じと違ったから 思った感じと違ったというか、僕は嬉しい。これはね、嬉しいレベルっていうか、なんていうのが、好きなタイプなんですよ。マジかみたいなね。面白い。これはね、いい。これ何これみたいなね。<laughs> これは面白い。いや、面白かったです。はい、ありがとうございます。ということでね、えー、この動画はね、以上にしたいと思います。この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、 評価ボタンを教えてください。チャンネル登録とね、あとコメント。あとね、もちろん今回のね、一番重要なところでね、説明欄の、あの、<laughs> あの、佐世保オタク惑星さんのね、えー、チャンネル、えー、ぜひね、えー、見て,って、見て、えー、飛んでみてください。よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。さあ、これを片付けるのがね、<laughs> 結構レベルが高いぐね、作業になってきます。はい。